先日紹介したね、ヘラブナのモザイクですね。ワイルド個体のモザイク個体の、卵を孵化させてね、生まれさせたっていう話でした。若葉よぎょうさんですね。の魚みたいです。まあ数取れてると思うんでね。ちょっといろいろなところに出回ってきてると思うんで、今後のね、期待される魚だと思います。ちょっと今痩せちゃってるんですけどね。うちの方でもバスバス餌を食わして、伸ばしていけたらいいなと思っています。面白いね、魚が増えるということは、まあこれ川魚というジャンルになってしまうとは思うんですけど、ゲンゴロウ秋とかね、出回っているので、まあ、その辺にかけてみてやってみるっていう手段もありなんじゃないかなというふうに思っています。そうするとね、幅が広がるんじゃないかなと、考えています。ね、こんな綺麗な魚なんでね、ちょっと今後、注目されたらいいんじゃないかなと僕は思っていますので、気になる方はぜひね、お店だったり投稿で探してみてもいかがでしょうかという感じです。ドラゴンスケールブリストルですね。そこまで鱗が激しく大きくなってる感じではないんですけど、ちょっとやっぱりね、乱れてたりするんでね、これとね、同じ系統同士でかけると面白い感じになるんじゃないかなと思っています。炭がどれぐらい残ってくれるかも含めてね、面白いなというふうに思っていますので、今もね、新しいスタイルの魚が増えてきている中でこういうのが出てくるっていうのは、非常に、面白いと思っています。炭ね、ほんとどれぐらい残るんでしょうかね。多分これで2歳だったと思いますね。ここも結構いい感じでなっていますんでね、魚としてはすごい見栄えするんじゃないかなと考えています。今井さんの魚ですね、1回紹介したとは思うんですけど、冬も食べれるときはちょっと食べさせたりしていたので、いい感じになっていると思います。これもだいぶ前でもないけど、2ヶ月前ぐらいに来た、ドラゴンスケールタマサバになるんですかね。もうモザイクなんで、正直その鱗の、ね、大きさがいまいち分かりづらいんですけど、よく見てもらうとね、明らかに大きい鱗が見えますんで、ドラゴンスケールであるのは間違いないよねというところだと思います。だいぶちょっと太ってきましたね。なのでもしかするとこれも木桜系なのかもしれないですね。今ちょっと鱗のところ見えますかね。鱗がない部分と大きい鱗になっている部分が非常によく見えます。なのでこの辺がね、今後いろいろ出てくると思いますので、面白い魚だと思います。こういうのがね、いてスパッと抜けたのでね、本当非常にラッキーだったと思っています。背中のね、ヒレがちょっと折れちゃったりとか、いろいろ癖はあるんですけど、そこじゃないんじゃないかなと僕は思っています。青もみじ船大きいですね。濡れちゃったな、濡れてしまうんでちょっと吹かしてもらいます。結構太りましたけど、体調はそんな伸びてないですね。だいぶパンパンになりました。前さんもそんなに上げてるわけじゃないんですけどね、食わせれば伸びるよねという感じだと思います。いい感じでモミジが光っててね、このタイプはやっぱりかっこいいですよね。これで30センチぐらいまでいったらすごいんじゃないかなと思うんですけど、30センチは無にしても20センチオーバーぐらいまで持ってきたい魚ですよね。素晴らしいですね。かなり、かっこいい魚だと思います。これは伸ばしがいが、ある魚なんじゃないかなと、そして退職しないでほしいなと思う魚ですね。また今年ね、バンバン餌をやって大きくしていきたいと思っています。江戸川五色の中から抜いてきた魚ですね。炭が正直どこまで残るのかわからないんですけど、逆に白い銀鱗でもいいかなと思ってしまうような魚なんで、ありかなと思って、ちょっと育てています。
冬に買った魚なんでね、これからの成長に期待というところで、ちょっとなんか顎に癖があるんですけどね、魚自体はとても面白いと思います。まあ、黒い魚だけじゃないと僕は思っていてね、まあ、白い金魚は羽だよっていう話はよくあるんですけど、まあ、そもそも船尾が羽だよねっていう話なんでね、そこを考えると、まあ、何でもありで自分がねいいと思う魚をよりすぐって買うことができればとても面白いんじゃないかなと思います。これも伸ばしたいですね。こいつは伸びたらすごい魚になると僕は思っています。なのでちょっと、まあ、今年ねあのメイン水槽の魚をちょっとある程度整理してねがっつりやっていきたいなと思っています。北川部金魚園さんの赤目ですね。だいぶ前に1回乗せたかな。サイズはそんなに大きくないんですけど、まあまあそれでもだいぶ大きくなりましたね。で、色が抜けそうな部分がちょっと出てきて、あ、こっちなんか面白い顔してますね。まあちょっとまだ全然ちっちゃいんでね、そして種っていう考えで僕もあの買ってきたので、これからのね成長具合を見ていきたいなと思っています。赤目ね、ここのは純血なんで、ここのを使っていろいろなんか面白いことができたら本当は一番ベストなのかなと僕は思っています。なんで赤目金魚もね着々とまた増えてきて、一回ねちょっとダメにしてしまったんでね、しっかり、今年はねやっていきたいなと思っています。やっぱちっちゃい時とね今で全然違うんで、もう本当ずっとねあの餌食わして見てなかったんですけど、ああこんな感じに育ったかっていうイメージですね。なので暖かくなってきたらねもうちょっと食わせ込んで大きくしていくことができると思いますので楽しみにしていてください。ちょっと室内の魚に移ってね、そっちも取らせてもらいます。ちょっと前にね土浦さんで買ったあの普通林の、末広ですね。体高が高くてね非常に面白いなと、尾の形もしっかりしているので、なんでちょっとね、試しにどんなものかと買ってみました。もう何かに使えたら面白いんじゃないかなというような気がしてね、まあ、黒っぽいんで本当はこれのもみじができたらすごい嬉しいんですけどね、まあ、なかなかちょっと難しいのかなとは思うんですけど、体高のね良さと尾っぽの、ね、良さに、ね、惚れて買ってみました。やっぱりいろいろな魚がいるんでね、こういうのも一匹いると面白いなと思っています。まあ、これで大きくなったらかなり迫力体験になるんじゃないかなと思いますね。そしてやっぱ泳ぎがいいですよね。やはりそういう風になるよねというような感じの魚だと思います。今井さんの、リンリンスミブリストルですね、の炭が、少ない個体です。まあ、どうなるのかわかんないですけど、ちょっと腹側に炭がね結構あるっていうのとね、まあ、白いの僕好きなんでね、こういうの、まあ、さっきも言った通りなんですけど、なのでこの辺はねちょっとタイプだったんで、で太鼓も出そうということでね、ちょっと買ってみました。銀利もバリバリに入ってますんでね、かっこいいです。やっぱり僕好みの魚ですよね。なんで、好みはね、自分好みということで楽しんでやっていければいいのかなと思います。オスかなっていう感じがちょっとしますね。いい魚がねあのかなりたくさん出てきていますんで、まあ搭載が出てくるとまだ搭載ばっかってなっちゃうと思うんですけど、まあ明け2歳の魚たちでねいいのがちょこちょこと出てくると思いますんで、その辺をね楽しめたらいいのかなと思っています。ラジオの方に載せた、ね、魚なんですけど、まあ、ちょっとせっかくのね生き上げの方の、動画にも出そうと思って、載せてみました。まあ、体型とね、僕はまあこのちょっと頭のボコってる感じが気に入ったんですよね。逆に今までにいない魚というところでね、あんまりこの辺のタイプの魚っていうのはちょっと僕は見たことがないので、これは面白いなと。そしてあとは体色ですね。これ墨がもうちょっと決まってるとさらにね迫力があると思うので、まあ、ちょっとここからの成長具合でどうなっていくのかっていうね楽しみがある魚と僕は思っています。まあ、小顔でね体高がある魚っていうのはずっと、まあ、朝も言った通りなんですけど押してきた感じなんですけど、
まあ、そこじゃないところをね押していくっていう部分で言うと、まあ、今までにない魚で迫力があってかっこよければそれはねいいんじゃないかなと、そういうふうに僕は思っています。なんでねここ最近迫力がある魚というのが非常に多くね見られるようになりました。ということはねやっぱりいろいろなね趣味の方が現れていろいろな人たちがねこれいいよねあれいいよねというふうに言えるような時代だと僕は思っています。なんでね新しいねところに進んでいけるものなんじゃないかなと思っていますのでね、またちょっとね、変わった面白い魚がいればそういうものはね入手して紹介していきたいなと思います。